国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センターの次郎と申します。それでは、私からは、オープンサイエンス推進のための研究データ管理講座の開発ということで、JP コアという、大学図書館のコミュニティがあるんですが、そこと、私どものセンターが協力して、これまで進めてきました、研究データ管理を担う人材育成のための教材作りについて、20分ほど、お話をさせていただきます。我々の、センターでは、現在オープンサイエンス推進のための、研究データ基盤の構築というのを進めています。その基盤は、管理、公開、検索という3つの、システムから構成されていますが、さらに、これらの、3つの基盤の運用を支える、人の基盤作りにも、力を入れているということで、今日のお話はこの3つ目の、あ、4つ目のですね、3つを支える4つ目の、人の基盤の、お話が中心ということになります。研究データ管理のための、教材開発ということについて、その背景と、これまでに何をやってきたのか、そしてこれから何をしようとしているのかについて、お話をしていきたいと思います。で、初めに、背景として、研究データ管理と、それを支える人材の必要性ということについて、お話をしたいと思います。で、皆さんもすでにご存知の通り、ここ数年来、オープンサイエンスの推進と、それから研究構成という、2つの、背景のもと、こういった、研究データ管理、RDM が世界的に、注目を集めて、います。で、少し、別の視点から見てみますと、政府とか研究助成機関とか学術機関、それから出版社ですね。こういったその、上からの、ポリシーと、それから、研究者コミュニティの、下からの自発的な、動きという、こういう2つの力によって研究データ管理というものが、今求められてきているわけですが、国内でもこのように、内閣府、文科省、学術会議などからオープンサイエンスや研究データ管理に関する、政策文書が次々に出されておりまして、上からのですね、その圧力っていうのがだんだん強くなってきていると。こういったその、国とか政府の政策を受けまして、研究助成機関、ファンディングエージェンシーですね、ファンディングエージェンシーも、研究費を配分する条件として、データマネジメントプラン、データ管理計画の提出を求める動きというのが、広まってきています。で、すでに、AMED、JST、それから経産省などが研究データの管理に関する、方針というのを作り、それに基づいてデータマネジメントの提出というのを要求しています。で、科研費を出している日本学術振興会ですね、JSPS は少し対応が遅れていたのですが、令和2年度の科研費の、学術変革領域研究の公募要項の中で、採択された研究領域の代表者に対して、データマネジメントプランの提出を求めるという方針を、打ち出しています。さらに、学術出版社も、論文を投稿する際に、データの共有を求めるようなガイドラインやポリシーというのを整備しつつあります。これはですね、エルゼビアの、研究データ、共有ポリシーなんですが、エルゼビアが出版する、ジャーナルは、このような5つの、オプションのいずれかを採用しなければならない、採用することとされています。で、実際のエルゼビアのジャーナルのポリシーを調べてみますと、これはうちのセンターの、常川が調べたものなんですが、現状ですね、推奨レベルのポリシーを採用しているジャーナルが62%。
必須レベルの、ポリシーを採用しているジャーナルは、3%となっておりまして、現状ではですね、まだその、データの共有を推奨している、ま、ジャーナルが多いんですが、おそらく今後は、だんだんとですね、その必須の、ポリシーを採用するジャーナルが増えてくるのではないかと、予想されています。ということで、研究データをきちんと管理して、共有できるように、しておかないと、もう研究費も取れないし、論文も発表できないという時代がもうすぐそこにこう来ているわけですが、じゃあその、研究者は、研究データ管理をどう見ているかと。海外の意識調査の結果というのを見てみますと、まあ、多くの研究者が、データをきちんと管理して、共有することは大事だと回答しています。その一方で、利用可能な形でデータを整理するのが大変だと。著作権や、ライセンスのことがよくわからん。利用できるリポジトリがどこにあるのかわからない。時間がない、コストがかかる。こういった、まあ、様々な課題も指摘されています。で、こちらは国内の調査なんですが、ここでも、まあ、人を、時間、資金ですね、お金ですね、が不足しているという、実態が明らかになっています。要するに、まあ、研究者は研究データ管理をしっかりやって、できるだけデータを共有、公開したいと、まあ、あるいは、外からのプレッシャーで、それをやらなければならないと、そうなっているわけですが、しかし、まあ、さまざまな障壁があって、それができなくて困っているという姿が浮かび上がってくるのかなと思います。で、まあ、こういうその困っている研究者を、これからは、大学などがですね、こう組織としてきちんと、まあ、サポートしていく必要があろうと。で、そのためには、研究データ管理に関して、研究者を支援できるような、まあ、専門的な知識を持った人材の育成が不可欠であると。で、そういう人材を作るための、教材を開発しようと。こういうことで、オープンアクセスリポジトリ推進協会、通称 JP コアがあるんですが、で、そこの、研究データについて、扱っているグループと、それから、NII が協力して、日本語版の教材を作ろうということで、もう数年前、にですね、海外の教材を調査して、それを類型化して、構成要素っていうのを抽出して、で、さらにこう日本語版の、目次案ですね、構成案というのを作り、RDM トレーニングツールという教材を作りました。で、その、まあ、概要なんですが、目的は、研究データ管理に関する基礎的な知識を学び、そこから、研究データ管理サービスを構築するための、足がかりを得ることをとしました。内容は全部で7章からなる、教材でした。具体的には各章を、スライドと、あとそれから、その解説で構成しまして、確認テストというのを、随所に織り込んでいます。受講対象者といたしましては、図書館、IT 部門、研究支援部門の職員、URA、などを対象として、その他広く、オープンサイエンスや研究データ管理に関心のある教職員を対象とするということで、2017年、もう3年前にJP コアのサイトから、このスライド教材を公開しました。で、構成と内容は、まあ、こんな具合になっていまして、で、さらに、こう、スライドの教材を公開するだけでは、もったいないなということで、この教材をもとにして、内容を4週間のコースに再編成して、JMOOC の学校という、MOOC のプラットフォームを使って、オンライン講座として、開講しました。で、下の方にそのオンライン講座の受講の記録を、まとめていますが、特筆すべきは、修了率ですね。最後まで受講して修了証をもらった人の割合ですが、これは、学校の、平均は15%なんですが、それを上回って、25%だ。
MOOC の終了率というのは、まあ、世界的に見ても、まあ、大体10%台なんだそうです。で、まあ、それと比べて非常に高い、終了率だったとなってます。で、さらにこの講座の、受講者の皆さんから、まあ、いろいろ意見をいただいておりまして、おおむね内容も分かりやすく、研究データ管理の基礎について系統立てて網羅的に学ぶことができたという、まあ、肯定的な、コメントが多かったんですが、まあ、その一方で、研究データ管理に関して、研究者自身がやるべきことと、図書館員などの、支援者がやるべきことが、どうもその区別できなかった。まあ、それが区別できるような内容にした方が良いのではないか。あとですね、まあ、著作権など特定のテーマについてもっと深い内容を学びたかった。ストーリー性のある教材だとより分かりやすい。オンデマンド教材にしていつでも学習できるようにすると良いのではないかと、こういう、まあ、こういった改善のための、貴重な意見をいただきました。こうした、コメントも参考にしながら、第2弾の、教材として、研究データ管理サービスの設計と実践という、教材を作りました。で、こちらは、図書館員とか、URA とか、技術スタッフとか、まあ、そういったその研究支援者のための、教材でありまして、まあ、研究者の研究プロセスですね、まあ、研究前、研究中、研究後に沿って、まあ、どういうサービスをしたら、良いのかと。で、そのサービスの設計と、実践について学ぶことができるような、教材になっていると。で、具体的な、まあ、構成と内容は、まあ、こんな感じになります。まあ、NII といたしましては、まあ、これら2つの、教材を、学人 LMS の、先ほど古川の方から説明がありました、学人 LMS の講師として、きちんと提供していきたいと考えておりまして、これまでに2018年度と、まあ、それから2019年度、まあ、2回にわたって、これも JP コアと協力しながら、まあ、試験運用のプロジェクトというのをやってきました。で、試験運用後に、まあ、いろいろアンケートを取ってみて、まあ、内容面の評価ですとか、それから満足度とか、有用性などについて、まあ、それぞれ肯定的、否定的な、ご意見というのをたくさんいただいておりますので、まあ、それらを踏まえながら、来年度に、まあ、予定されている学人 LMS の、正式運用の際にはですね、きちんとした、コース、講座として提供できるように、改善を加えていきたいなと考えています。以上がですね、これまでにやってきたことの、まとめでありまして、ここからはですね、まあ、今やりつつあることも含めて、今後の取り組みについて、3つほど紹介したいと思います。1つ目がですね、研究者、まあ、特にその、若手研究者向けの、教材開発です。これまでは、まあ、主に、まあ、JP コアというコミュニティと一緒に教材作りやってきたということもあって、図書館員などの、まあ、研究者を支援する職員向けの教材を、作ってきたんですが、やはり、研究者向け、研究者自身のための教材というのも必要だろうという意見をいただきまして、これもですね、JP コアのメンバーで、暫定版の、教材スライドっていうのを作りました。で、今、NII の、学術情報ネットワーク運営連携本部っていうのがあって、その下の、オープンサイエンス研究データ基盤作業部会というのがあって、そのまた下に、トレーニングサブワーキンググループというのがありまして、そこで、この、研究者向け、教材の案の、レビューをしてもらっているところです。まあ、ちなみに、暫定版の目次っていうのは、まあ、こんな感じになってるんですが、研究者として最低限を身につけておいてほしい、まあ、データ管理に関する知識とか技能っていうのを、網羅したいなというふうに、考えています。で、2つ目がですね、先ほどこれも古川の方から少し紹介がありました、
研究データに関する、標準スキルの、策定でありまして、これ私どものセンターで、大学などでですね、研究データ管理を、支援する専門職員に求められる能力とか技術を、標準スキルとして体系化していこうという作業に、取り掛かっています。で、まず、その海外の文献、ですとか、関連する文献ですとか、あと国内に、いろいろ類似した専門職っていうのが、あるんですね。で、そういったその、専門職の、スキルに関する資料とかを調査しまして、なんていうのか、その作業仮説的に、標準スキルの案っていうのを、作ると。これ実際にはもう作ったんですが、で、その、標準スキルの案に基づいて、教材を作り、人材を育成し、で、その一方で、あと各大学で研究データ管理サービスを実践するための、組織モデルっていうのを作り、で、それでデータ管理を、実践してもらって、で、その結果を、この標準スキルの方にフィードバックすると。実践の結果に基づいて、必要に応じてスキルを見直し、そこからまた新たな、教材を作り、組織モデルも修正して、より効率的な、研究データ管理の実践につなげていくという、こういう循環ができるのでは良い、できると良いのではないかと、考えています。で、現時点で、こういうその海外の主な文献や、それから、国内の、似たような専門職の、スキル標準などを参考にしながら、いろいろその、データサイエンティストとか、アーキビストとか、大学図書館員の職務とかですね、いろいろ、知財人材スキルとか URA スキル標準とか、こういったものも参考にしながら、これまでに、合わせて、130個の、スキルというのを特定したと。そのうち102個が研究データ管理に関する、専門のスキルで、残りの28というのは、コミュニケーション能力などの、一般的な汎用スキルということになっています。で、このうち、102の専門スキルを、さらに研究のプロセスに沿って、研究前、研究中、研究後に求められるスキル、さらに日常的な支援と、ポリシー、サービス設計のためのスキルという具合に、整理をしています。具体的には、研究前、研究中、研究後、日常的な支援、さらに、ポリシー、サービス設計に関するスキルというふうになっています。で、最後、3点目が、この標準スキルを生かした、新たな教材作成システムの開発であります。カスタムメイド型教材作成システムの開発って、仮に名前を付けてるんですが、まず研究データ管理のために必要なスキルというのを洗い出すと。で、そのスキルに、属性、メタデータですね、これを設定しておくと。スキルの内容ですとか、関連する業務とか、そのレベルとかですね、それを身につけるべき職種とか、そういったその属性というのを設定してデータベース化しておく。で、一方、既存のデータっていうのをこう細かく分割して、マイクロコンテンツ化しておくと。で、その上で、スキルと、マイクロコンテンツっていうのを紐付けておくわけですね。リンクしておくと。で、そうすると、そのスキルに付与された、属性によって、なんていうか、身につけたいスキルを抽出して、で、それに、リンクされた、マイクロコンテンツっていうのをこう引っ張ってきて、組み合わせると、そのカスタムの教材がうまくできるんではないかと。で、こうすると、その学習者のニーズとか、レベルに応じた新たな教材っていうのが、自動的とは言わないまでも、半自動的に、効率よく作れるのではないかと。例えば、基礎編ですとか、RDM の応用とか、図書系職員のための研究データ管理とか、森林教員のための RDM とか、データポリシーについて学ぶとか、データ管理計画について学ぶとか、そういったその、なんていうか、こう、教材がこう、半自動的に作れるのではないかと。で、絵に描くと、こんな感じになるんですが、こんな、システムについても、
私どものセンターで今、プロトタイプの開発に、取り掛かっているところでありまして、近い将来というか、次の機会には、これが実際にどう動くのかを、見てもらって、いろいろご意見を伺う機会っていうのが作れるのではないかというふうに、思っています。で、最後にまとめをしておきますと、オープンサイエンスの推進のためには、研究者による研究データ管理を支援する、専門職の育成っていうのが不可欠であろうと。で、NYI は、JP コアと協力しながら、これまでに2つの、教材を開発してきて、それを、学人 LMS の、講座としてきちんと提供する、準備を進めていると。こうした、活動の先に新たに、取り掛かっているのが研究者向けの、教材開発、それから標準スキルの策定、さらにはそれを活用したカスタムメイドの教材作成システムの開発、これらに今取り組んでいるということで、私の発表を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。